はい、BGB628 バスケットボールパニーニスペクトラ、こちらのワンケースのグループブレイクです。いつもありがとうございます。今回18スポットで、サインが、ね、どのスポットも1枚以上取れるような、感じに出しました。出現位置、まあ大体固定だと思います。まあね、交通事故レベルのことが起きない限りは大丈夫だと思います。はい、一応カテゴリー1ボックスの中 ABC に分けます。3つのカテゴリーに分けますね。で、まあカテゴリー A が、2枚目3枚目4枚目5枚目6枚目ということですね。だいたいパラレルはベースカードのパラレルですね、2枚目にあります。で 3,4,5 がだいたいメモラですかね。で、6枚目がサインだと思います。これがカテゴリー A で、カテゴリー B が、一番上のベースカードと7と8。7と8は大体サインです。ね。で、カテゴリー C が、9と10ということで、まあ9はまあほぼサインだと思います。はい。で、10は、全くランダムだと思います。ベース、ジャージ、パッチ、サイン。全部あり得ると思います。この3つカテゴリーに分けます。で、6箱ですので、サブ6、18スポット。という形ですね。まあ、この通り入ってないかもしれないですね。一応この形で仕分けします。ケースによって中身コンテンツが逆になっている場合とかもあるかもしれないですけどね。まあ、そこはしょうがないです。はい。まあ、今までやったグループブレイクが、まあ、この分け方でやればサイン1個ずつ取れるんじゃないかと思われます。はい。じゃあ、抽選いきます。お客様のハンドルネームをランダマイザーで抽選します。サイコロ2つ振ります。1と1の2は振り直しです。ランダマイズする回数です。はい。1と4、5回抽選です。はい、じゃあいきます。5回抽選。1 2 3、で、5回目、ポチ。はい、出ました。ドラフト1位は TSK さんです。ドラフト1位は TSK さん。よいしょ。こちら貼り付けます。はい、BGB628 ですね。628だよな。ちょっと待ってください。うん、628ですね。ドラフト1位は、TSK さんです。おめでとうございます。ドラフト2位は KSK さん。ハンドルネーム似てますけど、ご注意ください。1位が TSK さん。2位が KSK さん。ドラフト3位が FK さん。KKK ですね。K トリオですもんね。で、ドラフト4位ポンプさん。ドラフト5位 MUT さん。ドラフト6位京さん。ドラフト7位 UES さん。ドラフト8位ロイヤルさん。ドラフト9位シードさん。ドラフト10位 YMM さん。ドラフト11位 KWS さん。ドラフト12位アキさん。ドラフト13位マスオさん。ドラフト14位 YMM さん。ドラフト15位トモさん。ドラフト16位山田さん。ドラフト17位、BKG さん。ドラフト18位 SHR さんとなります。よいしょ。はい、じゃあ開封していきます。はい、スペクトラワンケースですね。はい、じゃあまずボックスを取り出して、中のね、あの紙箱のパックを取り出します。ね、今までね、
ブレイクやってた通りに出てくれれば、まあ多分サイン1枚ずつはみんな取れると思います。よいしょ。でもオンカードが多いですからね、そう考えると、1枚1700円でね、サイン取れて、うん、まあかなりいい商品だと思います。まあ無駄なものがないという感じですけどね。よいしょ。はい、じゃあ取り出していきますね。あ、2枚目金ですね。ちょっと待ってください。まあ多少見えちゃうのはしょうがないです。店長も人間ですから完璧に取り出すのはちょっと無理です。はい、よいしょ。今日ね、店頭でケースで開けてくれたお客様も結構内容良かったです。で、これが6個目。ワンケース6箱。はい。ポイント出ないですね。あとね、そういえばね。はい。じゃあ、2、3、4、5、6という感じです。あ、そうか。ここに置いて、まあ、間違えちゃうとあれなので、とりあえず仕分け A、B、C に分けたいと思います。これ1枚目ね。2、3、4、5、6。1,2,3,4,5 5枚ですね。これが A ですね。で、これがここにくっつきます。3枚取ります。これここね。で、まあ見えちゃうけどしょうがないです、それは。うんじゃあまずこちらからね、5枚ね。2,3,4,5,6 です。ウィンスローですね。パラレル60の60で、ムディエイ40の99で、ブレイクグリフィンのこれピンクですかね、35の49で、ジョン・ウォールですね、78の99ですね。で、サインがここですね。ここブルーのやつですね。35の99ですね。ニャン吉くん、ニャン吉くんで、次のカテゴリーがここですね。一番上のベースカードとサインが2枚だと思います。ミドルトン。クラベク。はい。ロックでいいんですね。で、3枚目がエレンソンのオートジャージで、オンカードですね、これね。94の149。まあ、エレンソンくんとかは、まあ、いっぱいね。はい。普通に真ん中のあたりにいます。はい。で、下の2枚がこれです。まあ、ここが、この箱のメインどころなんでしょうね。まあ、ジャイレンです。悪くないと思いますね。はい。186の199。で、ウィンスロー。ベースカードですね、こちら。ジャイレンです。で、2つ目。まあ、見えちゃうのかな。そっか。ここを置いて5枚取って、その下に置けばいいか。1、2、3、4、5。これだ。はい。1、2、3、4、5。5枚取りました。で、ダイカットのデュラントですね。まずカテゴリー A ですね。これね。21の25。デュラントの25。これかっこいいですよね。で、次がユーリスのジャージ。5の99。で、2カラーになってますけど、パッチではないと思います。はい。マーキフのモーリス。で、次、ネブラリました。はい。おお、ポープ。今季良かったですよね、ポープね。中盤以降。ポープのネブラリました。これネブラです。ワンオブワンです。はい、ここにありますね。ワンオブワンです。眠られました。パッチでしたね。よかったです。
はい。ね、結構面積いいと、ね、あの、滞在、なんつうんですかね。滞在とはまた、ちょっとダークな感じでですね。これね。はい。とてもなんか、綺麗です。それ悪くないと思います。はい。ワンワン出ました。で、レデンプションはピンクのスカルだ。いいですね。オートジャージの、スカル君。だ、ネブラのパッチとスカル君。まあ、ポップ悪くないと思います。うん。はい。5枚パターンでネブりましたんで。あと、デュラントの25もありますからね。で、ここの3枚がカテゴリー B。3枚ね。ラビーンです。これは誰だ？ブレント・バリー。おお、書いてんだ。初めて見ました。ロケッツのブレント・バリーだ。で、次がパッチオートのパパちゃん。ブレント・バリーは126149。で、パパちゃんオートパッチです。オンカードですね。これルーキーのピンクですね。30-49。キングス。はい。ブレント・バリーとパパちゃんパッチ。まあまあ、ですかね。まあ、若者が、ね、頑張って努力して、おお努力してるわけですからね。はい。タウンズのウッドジャージです。ここが9枚目ですね。で、最後もサインです。ザザッチ。タウンズとザザッチですね。タウンズは87-99。かっこいいです。で、ザザはオンカードですね。25-49です。これが9と10。うん、このやり方でいきましょう。まあ、ワンワンで足しまあまあだったのかな。はい、じゃあ、これ1枚上を抜かして、浮かして、1、2、3、4、5枚取ります。1,2,3,4,5 大丈夫。おお、金です。クレイの金、悪くないです。ビックリマンゴール5-10。はい、5枚パターンが今日強そうですね。で、ディアロ71-99。で、オルトリッチ。お、次もいいですね。8-149ですね。次も、フォーカラーパッチですね。ペイサーズのモンちゃん。10-25ですね。ジャーナー一番違いだけど、まあ、カラーがいいですからね。うん。はい。で、サインはザザッチですね。上にも下にもいるんですね。79-99。クレイの金もありましたし、ちょっと大きめのパッチもありましたんで、悪くないと思います。5枚パターン、今日強しですね。で、3枚取ります。はい。一番上のベースがキャミンスキーでした。で、その下、レデンプション。お、サリッチ！はい。サリッチです。ちょっと止まりました。ネオンブルーのサリッチです。ルーキーのオートジャージなんで、オンカードですね。オンカードサリッチ。はい。で、3枚目が、ドラチッチ。はい。マイアミヒートの白ジャージのドラチッチだ。珍しい。98-99です。サリッチ、ドラチッチ、3枚パターン。もう悪くないですよね。で、最後も悪くないですね。うん。ソンメーカーです。で、10枚目は、マッコウ君。マッコウ君。ソンメーカーが112-199で、マッコウ君が19-149ですね。はい。まあ、3箱ともまあまあ。うん、1箱目がちょっと弱いぐらいだと思いますね。じゃあ、こちら、一番上を浮かして、1、2、3、4、5枚。出します。はい。パラレルウェイドですね。ネブラじゃないっす。32-49。
で、デリック・ローズ。ニックスですね。73-99。で、次、デリック・ローズ。ジャージですね。ジャージ。普通のジャージ。さっきはネオンブルーってやつです。で、エレンソン。97ですね。で、サイン枠が、ジェイソン・テリー。はい。62-99、ジェイソン・テリー。5枚枠、サインなくていいのかな？そんなわけないですよね。はい。で、1番目のベースがゴベール君でした。で、次、お、色ついてる。あ、ディアロ、これ、グリーン。グリーンっぽいですね。ディアロ。ペリカンズ。1-5。うん、この箱、いいっすよ。いや、なんでかと言ってもね、あれだからね。はい、この後また来ますから。で、ズバチ君のオートジャージですね。ディアロのごと、ズバチ君。で、次ですよ。金パッチっすよ。しかもロゴのとこ、はい、ポルジンギスの金パッチです。いいですね。はい、ビックリマンゴールド。お、1の10です。まさにここね、ここじゃないですか。 S のとこ違うかな。アウェイのジャージかな。まあロゴだと思いますね。完全にこれワッペン系です。で、10枚目はジャバリのジャージ。ポルジンギスは1の10です。はい。いいですね。で、これが5箱目。11も出てますしね。一番上浮かして、1、2、3、4、5、5枚取りました。お、なんか、また色ついてるよ。はい、ヒバート。これパラレル。ね、ここでね、シモンズとかね、来るとね、あれなんですけどね、ドラジッチ君。127。で、グリフィン。94-99。で、カイリー・アービング。メンツは悪くないですね。33-49。で、サインがビーズリーですね。一応、オートジャージルーキーでオンカードです。300枚ゲット。まあ、ここは強いオートは取れないですけど、ね、パラレルとジャージの色付きが出るとというところです。で、次3枚。はい。ね。ウィギンズですね。で、この下がちょっとまた緑っぽい。誰でしょう。テイラー・ジョンソン。ヒートですね。お、また、この下も金です。すごいな。ねえ。まあすごいな。はい。これ5枚限定ですね。テイラー・ジョンソン。で、いっちゃいましょう。こっちも。はい。パスカルくんだ。すごい。グリーンと金。同じ箱連続で入ってます。テイラー・ジョンソンの3-5。足して8。あまり関係ないです。それと、パスカルくんのルキですね。ビックリマンゴールドのオートパッチ。7-10ですね。いや、なんか今日はドラフトしがいがあっていいかも。てか、このくらい出るのかもしれないですけどね。この前回があまり良くなかったんですね。まあ、大体このくらいなんか出るような感じはします。はい。で、最後の90がブログトンとデビン・ブーカーですね。ブログトン40-199。まあ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーですから。最後の、6箱目。じゃあ一番上を浮かして、5枚取りました。はい。まずパラレルがタウンズ。19-49。で、バトラー。またバトラー。ね。一枚一枚入れてんでしょうね。機械でね、これね。44-149です。はい、バトラーファンはぜひ。
で、フォーニア。29の149。で、サインの一番ここに、はい。サイン的には外れ枠のところなんでしょうけど、ベンダー君がいます。72の99です。でも分かんないですよ。ね、彼もね、努力してるでしょうから。はい、で、次、ここ3枚です。はい、まずガソール。で、次がオヌアク君ですね。で、その次がズバッチのオートジャージルーキーですね。ズバッチも今月ものによって上がってましたね、ベゲットね。300枚限定のオートジャージルーキー。で、ラスト。5箱目が色いっぱい出すぎましたね。マッカラムのピンクですね。はい、ありがとうございます。はい、ブレザーズ11の49です。それと、アンソニー・デイビス。という形です。グリーンが2で、金が4か5。4ぐらいかな。あると思います。はい、という感じです。この後、写真をつけ、あ、写真を、店長のツイッターのもう一個のアカウントですね。固定ツイートの、真ん中ぐらいにあります。カスタマーズヒッツというところがあるんです。そちらに、画像を番号付きで掲載いたします。そちらをご覧になっていただいて、店長のメールアドレス、Gmail アドレス宛てに、明日の夜8時までに、ドラフト順位に応じた番号ですね、選んでいただいて、希望順にしていただいてメールしてください。ちょうどこちらですね。ちょっと初めて参加の方がいるんで、ここですね、Twitter のここ。ポチッと押すと、こうですね。はい。もう一個のアカウントです。ここに番号付きでカードの画像を掲載しますんで、ご覧いただいて、メールしていただけたらと思います。はい、じゃあ、今日はスペクトラ、ね、グループブレイクはとりあえずこの1回だけですね。この後パーソナルブレイクのサッカーをやります。はい。じゃあ BGB 628スペクトラこれで終わります。まあ、シェアしてやる分には面白いですよね。やっぱね。はい。またやりたいです。ホームページ後で更新しておきますんで、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。